さあ、ここからは先週のトップアイドル、森崎さんとご一緒にお送りいたします。はい、アップアップガールズ過去仮の森崎です。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。こんばんは。前回から気になってんけど、はい、森さんのマスクはそれ手作りなの？あ、そうなんです、うん。これ自分で作ったんですけど。すごいね。本当ですか？うん。横つなってんの？横つな？あ、そうです。なんか、100均で売ってた毛糸を三つ編みして、シュッて入れ込んで。あ、ゴムの代わりに毛糸ってことですか？そうです。もう今、その、マスク用のゴムがもう売り切れちゃってて。そうなんだよ。はい、探して。手作りするからな。はい、なくなっちゃってたので、全然 OK でした。で、これをなんか作って、ファンの人とかにもプレゼントしたりして、そうなんです。使ってくれる感じはあるの？今。あ、いや、なんか、その、動画配信みたいなので、うん、その、上位になってくださった方に、プレゼントみたいな。売るじゃなくて。売るじゃなくて、はい、プレゼントっていう形に。まぁ、ちょっと、3人で。でも、イベントもなくなってるでしょ。ないですね。だからもう、4月は、ほんとずっと家にいます。何やってんの、家で。でも、家族か。あ、そうですね。実家なので。温泉だ。温泉巡りだ。いや、それが、してないです、ね。温泉も行けないですよ。そうなんですよ。でもなんか先日、まあ、気分転換に、うん、熱海のハイキングコースみたいな、あるんですけど、山奥に、うん。そこに弟に、まあ、車で運転してもらって連れてってもらったんですよ。うんうん、で、なんか、その、頂上まで上がって、うん、弟と一緒に、ヤッホー選手権やろうってなって、うんうん、ヤッホーって、そう、まあ、あるあるなんですけど、うん、やったら、うんヤッホー。あんまやんない。漫画では見たことあるけど。ヤッホー選手権もやったことない。全然あるあるじゃない。私めっちゃやるんだけどな。ヤッホー選手権は、私、あんま聞いたことないですね。ドラえもん審判お父さん。いや、審判は。麓のお父さんがおんの？いや、審判はお互いなんですけど、うん、ヤッホー選手権はやっぱり、谷間に誰かがいないとダメだ。もしか向こうの山だよね。向こうの山か。それが、ヤッホーって普通に反響した後に、普通にヤッホーって山の主から帰ってきたんですよ。主が帰ってきて、いや、その普通のその反響するのじゃなくて別に、なんか男の人の声でヤッホーって帰ってきたんですよ。あ、じゃあ本当に人ってこと？本当に人です。か神様ってことね。多分神様。から帰ってきて、で、何個かやりとりしたんですよ、ヤッホーを。で、聞こえますかみたいなのが来たから、言われたから、聞こえますって言ったんですよ。したら、うん、弟に、彼女いますかって来たんですよ。え、彼女、ああ、女性だったの？それは男性だったんですけど、うん、男性から、はい、弟に質問が来て、うん、彼女いますかって叫ばれて、うん、弟今フリーなので、うん、いませんって叫んだら、うん、もうほんと数秒後に、僕はいますって帰ってきて、公園行こうみたいな。びっくりしました。あ、こういうやり方。それで終わったんですか？すいません、それで終わりましたね。あ、そんでまさか。向こうの山にいたの？下にいたの？多分向こうの山にいましたね。これ違えなかったんですけど、うん、確実に男の人と多分女性もいらっしゃったんですよ。それがヤッホー選手権なんですか？いや、違う。ヤッホー選手権を、いや、弟と二人で、どっちが大声で叫べるかやろうみたいな。ね、うん、そう、本来は。それが山彦が帰ってくるっていうのを待とうとしたんで、ね、それがヤッホー選手権で、ね、それがヤッホー選手権。なんですが、まさかの帰ってきちゃうっていう。うん、じゃあ、ノーコンテストってことですね。ノーコンテスト。ぶち壊されたわけですね。ぶち壊されました。いや彼女いないってことで弟が落ち込んで終わったって。いや、本当にそうです。っていう、なんかこう、発散とかはしてますね。それでもさ、帰りづらくないですか？なんか。どういうこと？どういうことですか？それなんか、まあ、神様じゃないとしたら誰かがいるわけよね。そうですよね。なんか、まあ、落ちんじゃないですけど、なんか終わらさないと帰れなくないですか？いや、帰れないです。でも。帰れないよね。なんか申し訳ないもんね。向こうし、もう、付き合ってくれてるわけじゃないですか。こっちのノリに。うん。急にプイって帰れなくないですか？なんか。帰りまーすとか言ったの。でも僕はいますで向こうで完結してんでしょ。ね、あ、もう一つっていう。うん、うん。一つ。ひょーっとか、うん、向こうが完結したから。うん。弟はヤッホーに戻らなかった。いや、弟の場合でも本当に、そーみたいな感じで言ってましたけど、でも私たち結構もっと帰ってくるかなって思って、数分待ったんですけど、
もう終わりですかとかはやらなかったんだ。やらなかったですね。やればよかったですかね。いや、向こうがちゃんと終わらせてくれたからいいでしょ。そっか、うん、そうね。僕はいますね。もう打足ですか。うん。うん、それ以上は。あ、そういう場合は。どうせダメです、ね。その振ってを超えることってない。それ以上、向こうがやっぱり上手だよね、それはね。うん、振ってきて向こうは一人だったのかな。多分二人でした、ね。多分その彼女さんと一緒にいたのかなっていう感じです。ああ、そっか、はい。女性の山。見えたの人影は。全く見えない。もう本当に、人が並んでる山に喋りかけ、叫びかけたんですよ、うんうん。だから本当に人影は全く見えなかった。ね、どっかにおんねん。お化け。いや、でも、健全だよね。あの森崎さんはなんかこう、一年間見てて家族とも仲良くてさ、うん、で弟ともチューしたりするっていうのはちょっと気持ち悪いけど、でも健全だなと思う。なんか行かないもん。うん。なんかちゃんと育ってんだなと思うわ。家族と仲良くな。でもなんかこう、アップガールズ過去会で、ちょっと、なんか破天荒なこといっぱいやってきたから。破天荒なこと？あ、そうだ。富士山の山頂でライブやったりとか。うん、みんな全員で？あ、そうです。メンバー登って。うんうんうん、無茶すんだよね。そうです。結構無茶すんですよ。無茶キャラなんだ。はい。グループが。キャラ、そうそう。そうですね。グループ。うん、だ正統派がやれないことを私たちはやりますよっていう。そういう感じで。下流に行くよっていう感じか。はい。うん、そんな感じ。だから、あとはその自衛隊の教練体験に参加して、おすげえな。その自衛隊の方の忘年会で寄せてもらったりとか、なんかそういうのをしてきたから、やっぱアプガになって性格変わったなってすごく思います。どう？でもこの1年間見てきてね、やっぱすごいちゃんとまともにね、人の言ってることでも笑ってて。そこを見てるからね。私それすごく、そう思われるの実は嫌なんですよ。なんで？なんか全然別にすごいいい子ちゃんなわけでもないし、昔はいい子ちゃんって見られたかったけど、今いい子ちゃんって言われるのがすごく、嫌なんですよね。プレッシャーではないんですけど。なんか、あ、そう見てたよ、俺は。あ、本当ですか？いや、なんかそうやって決めつけないでって思っちゃいます。いや、でも大事なポジションなのよ、そこって。そうなんですかね。うん、私は、この、なんかすごくこの1年間悩んでたのが、うん、なんか、突っ込みづらいですか、私って。ちょっと、私って突っ込みづらいですか？踏み込んできた。いや、違うんだよ。そこが、なんか。いや、森崎さん、すごい大事なのよ。え？本当にですか？そうそうそう。めっちゃ嬉しい。ちゃんとね、ちゃんとしてる人がいないと、やっぱおかしい人が立たないわけよ。おかしい人がいない。ごめん、本当に申し訳ないけど。いやいや、でも嬉しい。森崎さんには申し訳ないけど、森崎さんがいないと、結構ガチャつくのよ。嬉しい。ちゃんとした人がね、誰もいないの。一旦リセットしてくれるんだからね。そうなんで、工藤さんとかが いればまだちゃんとした人っていうことで、一個ちゃんとね、整理できるわけよ。あ、ちゃんとしてんねって言うじゃない。で、森崎さんも、あ、そうなんだ、ちゃんとしてんねって言うのが一個必要なんだよね。申し訳ないけど。いや、でも嬉しいです。なんか、うん、私、アプガ結成当時に、うん、社長に、うん、君はセンターにはなれないって言われたんですよ。うんうんうん、君はセンターにはなれないけど、うんうん、野球で例えると、うん、4番にはなれないけど、うんうん、4番をサポートする1番2番にはなれると思うから、おーおーなってほしいって言われたんですよ。社長やっぱり見てるね。すごいね。私はでも、すぐ言われたの？割とすぐ言われました。ね、でも、まだその10代ぐらいだ、10代だったから、うん、4番になりたいもんな。なりたかったですよ。で、センターなれないっていきなりグループ組まれて言われて、え？みたいな。そうやな。何歳で言われたのそれ？やっぱ18、9とかですかね。18でそれはな、もう4番目指してるのにな。そうです、本当に。バット長く持ってんのに、見せてもらって言われるんだよ。辛いよ。最悪ですね。お前はチーム出なくてもいいから遅れっていうこともあるからね。そうそうなんです。で、社長に言われたんですよ。辛いってなった、その時は辛いってなったけど、うん、まあそのグループを何年かやってると、後々なんか、まあそういうポジションなんだろうな、なんか、うんそれこそ、何ですか？例えばですよ、キスマイの方とかも、うんうんうん、やっぱ3人、前の3人が輝いてるのって、うん、ブサイクの4人がいないと、やっぱ輝、うん、まあ、何ですか？よりそうじゃないですか。バランスよ。バランスですよね。うん、そのバランスがあるじゃないですか。うん、そういうのって、やっぱり、こう、グループでは大事なんだなーっていうのを、すごい、アップ側やって学びましたね。いや、だから、大事なのよ、この中で。ああ、嬉しい。あ、それがすごく、いやもう変わった人ばっかりじゃない、これ。そうですね。うん。個性がある子ばっかりですよね。うん。うん、である程度仕上がってる子も多いから。うん、やっぱり4番打ちたいですもんね。いや、打ちたいし、それこそ。2番の方がいいんだって。そうですね。
うん、2番の方がいいんだって。それこそずっとトップがなかなか私取れなかったから、うん、あーどうしよう。今日何回目？今日多分4回目ぐらいですかね。でも多分少ない方だと思うんですけど、今、うん、今日の今回のヤンガの中では、うんうん、だからそれもすごく悩んでたし、毎回と、うん、あのその自己紹介させてもらうときに、うんうん、こうなかなかこう MC の方からこうなんていうんですか、なかなかグイグイ来て、なんか私の中ではですよ、グイグイ来ていただけてないのかなって思ったんですよ。グイグイ来て欲しかったのか。うん、いやそれが美味しいのかなってずっと思ってたんですけど。いやいや、そういうことな。そりゃ難しいよ。あ、そうなんですか。だって変なこと言ってないんだもん。そうなんですよね。そういうことだから、やっぱりリミッターをもっと外して変なこと、でも変なこと言う子いっぱいいるじゃないですか、マリリちゃんとか。そう。だからそれはそういうキャラだから、私がやるのもちょっと違うのかなってめっちゃ悩んだりとかして。うん、いや、森崎さんは俺は重要なポジションだと思ってたの。嬉しいです。泣いた？ちょっと心の中では泣いてます。泣いてないね。全然泣いてない、ね。本当に、こう、なんだろうな、そんなに凹凸のないトークを。そこなんですよ。そこが自分でもない。いいのよ。それでいいのよ。でもちゃんと一落ちあるから、落ちらも聞かないですよね。だから、それで落ちない話してたら、結構言う、そういうな、松沢さんとか結構、落ちないトークとか持ってくるから、そしたら、いやいや、何何って言うけど、別に、落としてくるし、考えてきてるなって思うから、はいって終わった方がいいですもんね。大事ですよ。大事なのよ、そこって。頑張れます。でも1年間結構悩んでました。うん、でもなんか今のですごく救われました。いや、本当に、社長の言う通りだと思うよ。2番バッターも必要だし、はいはい、もう本当に全員1番から9番まで4番バッター集めても絶対勝てないんだから、そのチームは。でもなんかそういうのをやっぱグループとかでも経験するにつれて、こうなんかどんどんその自分が前に出るっていうのも大事だけど、そういうなんかサポートするみたいなのもすごくやりがいがあるなって思って。だから。今いくつだっけ？今26です。もう26か。はい。ああ、でもまあ分かるな、もうそれ長いことやってきたらな。それこそあと後輩とかも結構できたから、やっぱり先輩が出しゃばっちゃいけないとことかも結構あるし、そういうのとかも考えると、すごい、その、悩みながらも結構1年間ごちゃで学ばせてもらえたなって思います。いやいや、そういうね、そういうことをね、言ってくれる人って少ないんですよ。え、少ないんですか？うん、ありがたいこと、こちら側としてもありがたいことですよね。うん、いや、ほんとそうよ。うん、でも、アップ画で出来上がってたキャラクターってことや、じゃあ、それは、うん、上手なところは。まあ、アップ画の中では、結構、ほんとに自我の集まりなんですよ、アップ画って。いや、アイドルって、この世界みんなそうよ。そうですよね。うん、まあまあまあってやるポジションなので、うん、私は結構。うん、でも、だから年齢的って言ったら、まあ申し訳ないけど、はい、次のっていう感じになってくんじゃないの？次どうなの？ 26 歳で会えるの？次の人生って。そうですね。なんか、それこそ、この、今日のコーナーとかでも話すことを、ちょっと、これから、どんどん発信していきたいなって思って。何やりたいの？ちょっと次のコーナーと若干被ってしまうとこがあるんですけど、こう、要は、フェミニズムとか。おってこと？もっと女性理解してほしい、理解を求めるような。フェミニストになりたいってこと？フェミニスト、そうですね。というか、もっとこうアイドルを私が16年間やってきたからこそ、こうなんかもっとこう伝えたり発信したりとかをしたいんですよ。女性の味方、女性の味方でありたい、もっと。それを多分、例えばですよ、例えば月経とか、毎月女性は絶対に来る月経とかも、私は結構無月経だったことがあって、まあ、PCOS って公表したんですけど、PCOS っていう病気だったりするんですよ。で、まあ、私は早期発見だったからよかったけど、これ結構進行すると不妊になってしまったりとかするんですけど、それで女性は生理がめちゃめちゃ来ると辛いっていうのは男性見てわかるじゃないですか。でも生理が来なくても女性は辛いんですよ。っていうのは男性は経験したことがないから、理解は、共感はできないじゃないですか。でも理解はできるじゃないですか。そういうのを女性のみならず、やっぱこう男性にも、こう理解をしてもらうっていう発信とかをすごくしていきたいんですよ。偏見を壊したいというか。そうそう。とか、そのフェミニズムってなんかもっと女性に力をって感じなのかもしれないけど、力をってよりかはもっと理解を頼みますっていう。女性はこう言うんですよ。そう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 。っていうのをどんどん発信していける
立場になっていきたいなってすごく最近は思ってますね。ああ、じゃあやっぱそういうなんかいろんな勉強してるの、そういう。まあ勉強、そうです。まあそれこそ私が今こうなってしまってる PCOS っていうのも、うん、ちゃんとした治療方法とか原因とかは解明されてないんですけど、うんうんうん、そうなんです。でも何て言うんですか、対処方法はあるんですよ。うんうん、だからそういうのを知っておいてほしいと、まあ、発信したりとか、まあ、自分で学んだりとか、うん、自分の病気を学んだりとか。それはどうなるの、体調の変化はすごいの。まあ、そうですね、月経が6ヶ月来ない時とかは普通にありますね。で、まあ、でそのホルモン注射を、うんうん、3ヶ月来なかったらホルモン注射を打ちに行くんですけど、うんうん、それが来た後の月経はとすこぶる辛いんですよ。そうか、めちゃめちゃ痛かったりとかして、そうですね、それでもステージがあったりするってこと。あ、そうです、そうです。でもそういう結構そういう人って意外と多いんですよね、女性。私が公表したら、うん、実は自分もっていう人とかも結構いたり。どのぐらい、日本に何人ぐらいいるの。あ、でもですね、実は3人に1人はいるみたいです。あ、そんなに。意外といるんですよ。だからその距離が半年とかじゃなくてもいいってことでしょ、うん、2ヶ月に1回しか来ない人もそういう。あ、まあそうですね。毎月来ない、毎月っていうか3週に1回来ない人のことはそういうってことだよね。うん、まあ、そうです、そうです。あ、まあでも多いだろうね、そしたってね。まあ、いろいろ、はい。まあそうですね。あ、そういうの、でもいいね、そういうのね。本当ですか。うん。なんかに、なんかこう、うん。うん、オピニオンリーダーというかそういうのになってきそうだよね。うん、あ、そういうのやりたいってことだもんね。やりたいです、すごく発信したい。うん、やっぱこうなかなかね、そういうのが、例えばその激変の今した話だって恥ずかしいと思う人もいっぱいいると思うんですけど。そうだよね。うん、恥ずかしくはないと思うんですよね。やっぱ理解してすごくなんぼだと思う。と、うん、もう今はそういうのも発信してってるってことなのね。あ、そうですね。私はこれを公表したことによって、うん、まあ、その女性はいろんな人の励みになっていただいたりもしたし、うん、男性は、あ、うん、そういう感じなんだ女性はみたいな、あとそういう経験があるんだっていうのも、なんかたくさん知ってくださったりして。あ、そう、あ、そう、今みたい感じでいいのにね、森さん。結構だから頑張りすぎてたのかな、なんか。他の人に引っ張られすぎてて。爪痕残そうじゃない。いや、それはもうアップアップガールズの、その、うん、培われてきてしまった習慣というか、うん、絶対に爪痕残せって言われて、ポンってステージ出されてたので、ずっと9年間。それは、ゴチャでも爪痕を毎回残さなきゃーっていう、多分、あれはありましたね。変なことしなきゃーって。とか、でも筋肉マッチョキャラ植え付けなきゃーとか、そういうのは、ぶっちゃけありましたね。いや、もう、途中なんか、筋切ったみたいな時あったじゃん。あ、そうです。もう、その時とか、もう、どうだって感じでしょ。私筋肉キャラで筋切っちゃいました。どうですか、ね、でもぶっちゃけ痛かったですけど、ネタにはなるなって思っちゃいました。うわ、本当に頭おかしいだと思います。変なところまで行っちゃった。筋肉、筋切ってる印象しかないもんね。筋肉の印象ないもん。あ、本当ですか。体痛めてんなーっていう印象やもん。あー、そうかもしれない。森さんはそこ頑張んなくて俺いいと思うんだけどね。今みたいな話とかした方が俺向いてると思う。説得力なんかありますもんね。そう、聞けたもん、全然。あ、そうなんだと、そういう病気もあるんだと思って。はい、嬉しい。なんか、私、ずっとアップアップガールズで、1年に1回キャラクター変えてたんですよ。大変だ、ね。変わっちゃってた。自分のキャラクターって1回も出してねえってことだよね。そうなんです。だから、普通じゃないんだ、常に。普通じゃなかった。から、この、この9年間ずっとコロコロキャラを変えてきたから、うん、9年目でこのラジオに出会って、うん、その自分を出せたから私の中で改革なんですよ。あ、出せたのか。で、こういう話とかも絶対できなかったし、今までだったら。ちなみにどんなキャラやってたの過去には。ビマッチョの前は。ビマッチョの前は、なんか滑りキャラみたいな。怖いキャラ。怖いキャラ。いや、もう、で、私はもうできなくてずっと楽屋でボロボロ泣いてました。滑れないってこと？いや、なんか滑るんだけど、やりきれない。っていう。あ、メンバーがからのーっていうやつ？いや、なんかめ、なんか。はい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 っていくってこと？なんか、例えば、ツアー回ってて、そのご当地の、こう、ギャグを一発ライブでやるみたいな。でも、ちゃんとやりきれなくて、で、メンバーをちゃんと見守ってくれたりとか、突っ込んでくれたりとかしてくれてるのに、自分がやりきれなくて、すごく悔しい思いをして。泣くの？ギャグやって泣くの？終わった。泣きます、泣きます。すぎる。次はそれをやめて次に何になったの？え、そっちか、その前が、あ、なんか、毒舌キャラ。いや、もう欲しいよね。迷ってるね。で、私は、一年持たないよ、それは。欲しいですよね。毒舌から天然滑りキャラってさ、ちょっと真逆いった感じするじゃん。
私は道重さゆみさんがすごく好きで。あ、道重さんはちょっとなんか強気の毒舌なんだけど天然っぽい感じだね。そうなんですよ、うん、で私が道重さんを尊敬してる理由っていうのが、うん、道重さんはバラエティ結構毒舌キャラやってるじゃないですか、うんうんうん、やってたじゃないですか、うん、あと、まあ、ナルシストのキャラ、ね、そうですナルシスト、可愛いですね、そうですそうです、うん、でもなんかすごく本当に性格がいい方なんですよ、うん、分かる分かる、そうなんです、分かるよ、でその2010年のなんか雑誌の嫌いな女性タレントランキングで、うん、まさかの10位にランクインしちゃったんですよ、道重さんが。で、普通だったら、多分その時の私だったら、うわー、嫌われてる、どうしようってなっちゃうかもしれないけど、道重さんは、芸能人としてそう思っていただけたことはすごく光栄ですっていうコメントを残して、私それにすごい感銘を受けちゃって、この人は芸能人道重さゆみをやりきった結果、世の中に評価されてるんだっていう、感銘をすごく受けて、うん、私はそこからよし道重さんみたいに毒舌キャラになろうって思ったんですけど、うん、できなかったな、できなかった本当に悪い人間じゃないと、できなかった毒舌がなかったら追いつかないと、うん、滑りキャラになって滑りキャラになって滑りキャラになって、その後はその前が、うん、それぶりっ子キャラ、私かわいい、うわむちゃくちゃやる、私かわいいみたいな、不安定だねぶりっ子キャラなんか本当に受け入れらんないでしょ、みんな、そうですね。一番無理ありますね、ぶりっ子キャラが。うん。いや、いくつぐらいの時それ。それがでも、割と当初ですよ。10代。それこそ18。ああ、まあ18ぐらいだったら、まあまあまあ。でもダメだった、全然。ダメでしたね。なんか、うん、いまいちパッとしたんですけど。グループで会議で決まるってこと？いや、おのれで発信していくんでしょ？おのずと。はい、おのれで。びっくりしない周り。どうしたのってなんなの？あ、でも若干、やっぱりこの、うん、相談とかするんで、え、どうしよう。正月に決めるんでしょ？あ、年の初めからあり？私はじゃあ、ぶりっ子で、みたいな。1年の経営はパターン。大変だなぁ。でも、やっとじゃあ、今、鈴になれて。え、鈴になれました。いや、一番似合ってたもん、俺聞けたもん、さっきのそういう話とか。救われました。大事なのよ、なんかみんながもう本当にストライカーになる必要ないんだから。そうですね、うん。ありがとうございます。それでは、お願いします。はい、はい、ここで、アップアップガールズカッコリの曲を聴いてください。プロミストリーン。あれね、知っているの？不動産会社だよ、マンション経営の。マンション経営？実は俺もやってるのさ、年金対策に。え？年金ってあなたいくつよ？言ってなかったっけ？俺今年で29だよ。え？マンション経営といえば青山メインランド。嘘つきウソピョン、大げさな古代、紛らわしい紛らわし、このダメダメ3匹を報告で見つけたら06-6344-5811 ジャロにご連絡ください。広告の嘘、大げさ、紛らわしいに関するご意見は日本広告審査機構へ。はいはい、りょうさんに、メール来ました、はい、期待することとか、はい、なんかラジオネームマンダリン、りょうさんおかえりなさい、はい、
ロンハーで地上波復帰も見ていました。ありがとうございます。やっぱりごちゃおじさん4人が揃ってなきゃですね。正直、りょうさんで爆笑はしたことないんですが、なんかいると安心します。ありがとうございます。小柄なのかよくわからないですが、りょうさんという存在は必要です。頑張ってください。ありがとうございます。応援メッセージじゃん。応援メッセージですね。ありがとうございます。愛知県爆笑はしてないのね。うん、嬉しいな。嬉しいね。ありがてえです。ありがてえです。本当に。何かいると安心しますと。次、猛根死滅丸。MC ヤンガの皆さん、こんばんは。こんばんは。そして、りょうくんお帰りなさい。ありがとうございます。りょうくんがいなくなってから、いろんな芸人さんが助けに来てくれました。りょうくんは品川庄司やコロチキ、空気階段 RG などが来てくれてました。うん、助けに来てくれた芸人さん一人一人にお礼の手紙は書くのはいかがですか？なるほど。あ、でも確かにそうだったね。うん、まあまあそうですね。あれは確かに。フルポンも村上は村上の子何回も来てたね。まあ村上はもう、フルポンでも来てたよ。加藤さんの代わりにってことです。うん、ああ、それは加藤さんの代わりな、ね。類似タレントは扱ってましたよ。はい。加藤さんがそうやって俺スッキリいけるかもって言ってましたけど。スッキリの座を狙ってるって。うん、はい。やべえ、なるほどね。俺の手紙を。お礼をしないと、ちゃんと言わないといけないです、ね。誰が来たか知ってる？いや、全員は知らないです。すべては。あと、買う。全く聞いてなかったんだ。いや、時々聞いてました。ラジコのプレミアムって、あるある。あれ、聞いて、うん、途中でやめたらなんかもう一回聞けなくなりません？あ、そうですか。何なんですか、あれ。持ってない。そうなの？あ、知らないですか？知らない。いや、そうなんです。チョコプラも来てたよ。めちゃくちゃ来てんじゃん。ほんと、いや、村上は何回か。あ、ニューヨークとかすごいな。甘子ウィンター、なぎさもありますよ。岩尾も来てるよ。はい。んちゃん。あ、八木くんも来てたね。岩尾くんはヘビーリスナーですからね。って言ってましたね。来てたもんね。うん。散歩の時聞くって言ってた。へぇー。あ、トータルもね。あ、シズルも。うん。オズワルドも来てたよ。オズワルド。毎回名前変えろって言われて。はい。M1。名前変えずのままやけど。未だに変えてないですか、ね、あ、変えてないんだ。はい。変えてないですね。あ、オズワルドってなるとな。あの、まあ、ケネディ思い出すって話してたな。村上さんの番組に出て俺もその時いたんですけど、その時にまあ変えてなかったですから、ね、結局もう。いや、逆にあの時変えなかったらもう変えれなくないですかって、このごちゃ混ぜのせいにしてましたからね。ナダルも来てるじゃない。うん。問題ね、ナダルはちょっと揉めましたよ。揉めましたね。うん。相方がちょっとこの誕生日パーティーで来ないっていう。あ、これみんなにちょごめんなって言わないとダメだわ、りょう。そうですね、うん、本当に。ありがとうなっつって。チョコプラ、トレンディエンジェル。うん、この今、ね、あの全部出してくれたのを持って帰って。はい、いいっすね。はい。うん、いや、本当に、これはちゃんと言わないと。うん。はあ、確かにな。ヤギくんも来てくれた。そう、一人でな。うん。あ、これ手探り言うときます、本当に、うん。みんな手探りで来てましたよね。プラスマイナスも来てくれたし、うん。この時間帯に何するんやろうっていう感じでしょうね。3日前ぐらいに皆さん連絡来た。あ、向井も来た、あ、向井来たことあったな。あ、そうだな、ね。早い時期来てくれてたな。うん。うん、かまいたち。あ、これ持って帰ろうよ。はい、持って帰って。次、東京都の東村山市、ペンネームブーメランチャンネル。りょうさん、ラジオ復帰おめでとうございます。ありがとうございます。りょうさんに今後期待することですが、このラジオに相方のあつしさんをゲストとしてブッキングしてほしいです。もちろんギャラ、りょうさんのポケットマネでお願いします。なるほど。うーん。もちろん、ギャラの問題じゃないやろうな。うん。多分。そうですね。うーん。まあまあまあ、りょうが言ってくるだろう。言うてきます。うん。一回来て。社長っていう。あ、そうか、社長だからか。社長も課長もいるし、社長もいるしな。はい、社長って呼んでんの？社長って呼ぶときもあります。呼ぶときもあります。ここっていうときは社長って呼んで。なんかやってもらうとき逆に、社長って。社長。うるせえなって言われながら。社長。逆にでも、本当に言ったら本当に来ちゃいますもんね。社長？社長は来ちゃうでしょ。だって、それは。社員のためやから来るよ。うん。しかも、所属タレント。自分より先輩に一応迷惑かかってる社員が自分の社員。だからあれじゃない？社長来ても、ラジオには出ないんじゃない？貸し折りだけ持って。本当の社長や、事務所の。貸してやってくださいよ、貸してもらおう。なんて、自分の寮があって、貸し折り持ってきて、あの、ブースの外で、笑顔で、もう立ってるんじゃない ?MBS にごめんね、という。貸し折りを持って。本当の事務所の社長や。ああ、そういうこと。以上ですか？以上ですね。以上ですね。ありがとうございます、本当に皆さん。
まあ、ね、みんなゲスト来てくれたの、うん、本当にこれは言うとかなんだ。持って帰ってくださいよ。結構大変だね、これみんなこう人数入れ替わりながらとか。はい、あ、これね、席ね。アクリル板でやってとか。うん、そうですね、うん、僕、ボーって呼ばれて、ほんでまた外出たりとかいうのは、今後、またどうなっていくか分かんないですもんね。いや、本当だよ。今の段階で4人体制っていうやつあるね。うん。また厳しくなったらまた変わるんだよね。喋れてないってことですもんね、一応オンエア上は。そうです、そうです。うん、あれ、りょうって袴田さん知ってたっけ？知ってます、知ってます。一応、袴田さんがいたとき。いたときに。いて、2ヶ月ぐらいして、出てたんです。出てた。出てた。出てたんです。出てたんじゃない、出されたんだろ、はい。出てたんじゃないんだよ、りょうさんが出てった。そこ、違う、そこは感じないんだよ、お前。お前、出されたんだよ。出されたんです。叩き出された。自分でなんか頑張ってじゃねえよ、お前。出てたみたいな、発言でした。飛び出したみたいなね。うん。りょうさんが来なくなったんです。そうです。出されたんですよ。来れなくなっちゃった。来れなくなっちゃった。そうそう、言い方が来れなくなっちゃった。出てっちゃったからなぁ。あ、じゃあ、袴田さんは知ってんのか。知ってますよ。じゃあ、今期のヤンヤンガールズだから、すげえ。だから、ちょっとだけ知ってんだな。ちょっとだけ知ってんすよ。ああ、どうなったか知らんねや。見たいっすよね。あ、まあ、どうなるんだっけ、これ。ほんで、安倍音さんが、ロンハーに出てたんは知ってるんですよね。うん、ああ、あなたがいない時にね。うん、ああ、ヤンヤンガールズだと思いながら見てましたからね。ああ、惜しいね。おったらよかったのにね、あの時。すごいな、入れ違いだったんだな。入れ違いです。入れ違いです。あれはもう、もうあと今日と来週で卒業でしょ、はい、来週ですね。来週。もうお別れですか。すっごい、すっごい失礼ですけど。ロンハではいいんじゃない、うん、いや、思い入れがあまりにも。でも、今回は俺のせいなんですよ。どういう気持ち、出所してきた気持ち。そうですね。大きくなったら。まだアクリル板でちきられてるから、出所してないありますよね。まだ出所できてないのかなっていう気持ちになっちゃいます。でも、りょうさんが一番、この子変わったなとかわかりますよね。変わった。あ、そうだね。いや、多分みんな変わったと思うんですよ。結構。4月から発表でも覚えてないでしょ。そっか。いや、ある程度、だけど、ほんで、またマスクで来るでしょ。はい。多分今日。うん。ってなった時に、正直言って。今これ名簿っていうかさ、はい、あるじゃない。いやいやいや。ないよね。はいはい。ね。これで、顔と名前、顔は全部覚えてる？いやー、そうやって言われると、あれ、安藤さんは会ってないんじゃない？安藤さんって。会ってないわ。会ってないわ。だからあなたが飛び出してから。飛び出してから。飛び出してあなたが飛び出してから飛び込んできたことだから。あ、なんか、一言ずつ、この人こういう、何々の人だよねみたいなのください。いや、そこは難しいんじゃねえか？杉本さんまず顔覚えてる？杉本これ、マリリさん。な、杉本マリリ顔覚えてるかどうか教えて。いや、正直言うと、ピンときてないです。ピンときてない。大谷さんは？この人は覚えてます。覚えてる。清水さん、覚えてます。覚えてる。安藤さんはだから。いや、わかんないです。安倍はわかるでしょ。わかります。森さん。アップアップガールズ。はい。本間さん。新潟の。はい、NGT。はい。小池さん。小池さん、ああ、わかります。何ですか？変わり者ですね。変わり者ですね。松田さん。松田さんは、松田さん、あ、和歌山の、おぉ、すごい。岡田、え、変更です。うん。でも、松田さん。松田アンナ。あ、なんか、レースクイーンみたいな。なんか、綺麗な人ですね。おぉ、工藤美桜。あれです、お母さん思いの。ああ、そうかも。お母さん思い。はい。お母さん思い。逆に俺らそのエピソード忘れてるわ。お母さん思いの。あった、お母さん思いありましたね。あったっけ、最初の頃。いろんなエピソードが俺ら新しく更新されてるから。なるほど。多分その方がパンチがあるやつがどんどん新しくされてる。今、戦隊本出てるから。え？キラメイジャーに。うん。あ、そうなんですか。そうよ。あ、そうなんだ。ピンクやで。あら、すごい。杉本マリリ見てほしいな。覚醒後な杉本マリリ見てほしいな。杉本マリリ。じゃあ、わからないのは杉本さんだけ。かもわかんない。ちょうどよかった、りょうさん。お待たせしました。意外と、なんか残ってないですよね。あ、やっぱそうなんや。残ってないんですよ。愛情ある？愛情ですか？全員に。この、ヤンヤンガールズに。いやー、正直言うと、僕が、去年、その前、おととしっていうんですか？10期の方、が、やっぱり一年見てたので、ほんで、申し訳ないなって気持ちはあるんですけど、いかんせん、9ヶ月も会ってないと。愛情は、そうですね。ちょっと少ないかなって感じ。ほんで多分今日は。愛情ないんですか？
今日会ったとしても、マスク、うん、マスクの感じでしょ。マスクの感じですね。あんまり距離が縮めれないような気がします、この2週では。全く愛情ない。そうですね。聞いたけど、誰に愛情あるんですか？ああ、聞きたい。誰でしょう。あ、安倍音さんがだからハーツでも、なんか出てくれて、なんかやってくれたっていうことで、気持ちは、ちょっと。だから、ロンドンハーツとしての愛情だな。もあります。だから、ヤンヤンガールズとしての愛情は、みんなあまりないです。岡田さんじゃないですか。岡田さんのことずっと、りょうさんはなんか笑ってたじゃないですか。いや、岡田さん変わった人やなと思います。覚えてますよね。覚えてます、覚えてます。めっちゃ覚えてます。愛情はないんですか？愛情は、まだ芽生える前に、僕が、飛び出したから。飛び出したというか、来ちゃいけなくなっちゃいましたんで。あ、そうなんだ。あれは来季。もうちょっと、もうちょっと。今季はもう、今季はもうちょっと。今季です。すみません、本当に。すみません、皆さん。じゃあテレビ局でやっても、あ、どうもぐらいの感じ。そうなんですよ。距離あるんですよ。じゃあ、そう。そうなんですよね。申し訳ないね。今週来週はもう流す感じで。流すっていうか、助走期は、助走っすね、来季。なんで流すね。流すなよ。あ、っていうか、渡辺さんが、うん。そうか、いなくなったな。いないのも今びっくりしてますからね。いよいよ考えたら、どのタイミングか分かってないんですよ。いなかったなって。渡辺さんは早めにもう卒業しちゃったから。早めでした、うん、あれは。なんならちょっと芸能で。3週ぐらい前に卒業していくから。はい、うん、あ、そうですか。就職されましたんで。就職は聞いた？就職したんですか、うん、はい。で、そんなに、そうです。事実上、そんなに芸能界にどっぷりっていう感じでもない感じでしたね。そうなんです。はっきりは言わなかったですけど。へ、うん、はい、そういうことなんですね、多分、はい。そういうことなのね。はい。そっかそっかそっか。言っていいの？あ、言っていいの？ない。ああ、言っていいんだって。ああ、アナウンサーなんだよ。あ、そうなんすか？うん。うん。あら、狙い通りというか。あ、言っていいんだ。曲も言っていいの？ついに解放になったんだ。フジテレビのアナウンサーなんだよ。でも二人目なんだ、ね。二人目だよ。ごちゃ混ぜ。はい。ごちゃ混ぜから二人目ですよ、もう。すごい。その前は？で、内田、レオナ。で、内田リーナ。レーナ。うん、えぇ、ー、内田リーナじゃん。今、すごいね、フジテレビで。すごいな。あの人、じゃ会うかもしれませんよ。渡辺さん。うん。うん、会いますよ。え、ごちゃガールだったってちゃんと言ってくれるんですかね。言わないだろうな。またかーまたかー絶対言わないだろうな。裏では言ってくれるんで、お久しぶりですって。ほんと、それを俺は頼んでるってことで、ね。表では始めましてっていう。やだやだ、そうなんだ。だから早めに卒業っていう形になる。なるほど、なるほど。そういうことやったんですね。いやもう説明するのめんどくさいわ。すいません、本当に。申し訳ございません。リスナーの人もね。毎週聞いてくれてたら。いや、そうなんですよ。ね、どうすんの、この後。一回出たらこうなっちゃう。一回出たらこうなっちゃう。ちょっともう台本がもうなくなった。もうないですよ。もうラジコ応援のメールももうないですよ。ラジコ、応援あんまされてねえな。まあ、仕方ない。応援メールも。そりゃそうだな。嘘つきだから。仕方ない、仕方ない。あ、甘いもの。音楽の話した。甘いもの来たけど。3時近くなりましたので、おやつのお時間です。この時期でもおやつ食べさすの？はい。この時間は童心に帰っておやつを食べながら、ヤンヤンガールズの話を聞いていこうと思います。食べたいじゃん。マジで。大丈夫。ありがとうございます。はい。はい。おじさんに、袴田さんすげえ遠いところに行った。はい。ということでですね、ここからはヤンヤンガールズに一人ずつスタジオに入ってもらいます。では、私またすぐ出ますので、皆さん自己紹介をお願いします。ありがとうって言えばいいんだよ。ありがとう。俺はここに。お一人ずつ来るのね。はい。どうぞ。どうぞ。